アンズちゃん、今日は譲渡会なんだよ。アンズちゃん、これから朝ごはんを食べて出かけますよ。キャリーにうまいこと入ってね。お願いしますね。カーリンさんはちっとも譲渡会に行けない子ですけど、はい、ご飯ね、カーリンちゃんご飯今できるからね。はい、どうぞ。カーリン、カオリンは毎日お腹空いてるんだね。いつになったらさ、ガツガツじゃなくなるのかな。でもね、君ね、カリカリ食べたらね、そんなにお腹空かないと思うよ。昨日はさ、全部食べたんだけど、今朝はちょっと残ってたね。カオリン、カリカリもちゃんと全部食べようね。ジャン君、日に当たって気持ちいいですか、ジャンさん。なんか熱くないの？熱くないの？日当たりのいいうちに引っ越せるといいね。やっぱりそれ出してあげる？それ、そこの、まあ、ちょっと、アンズちゃん、はい、察しがいいですね。アンズちゃん隠れて出てきておりません。あと1時間後には出発しなくちゃいけないのに、このありさまでございますが、大丈夫かな今日。さあ、アンズちゃん、アンズちゃんはこっちから、アンズちゃん、おいで。今細かいものどう取る？その前のやつ。はい。はい。いいよ。噛んでもいいから。ちょっと痛ね。はい、いいね。じゃ。どかし。はい。ね、すごい力が。すごいね、あんずちゃん。はい、大捕り物になりました。わかるかな。夫婦ともにですね、だいぶ血だらけになってしまいましたが、なんとか時間内に、捕まえられました。ただうんち臭いんですよ。うんちどっかで漏らしました。そしてタクシーがさ、臭いので、多分ここでやっぱちょっと綺麗にしてから。ベッドに匂いがついちゃったかもしれないね。ベッドに、うん、だから先に行けばよかったかな。先に行けばよかったね、うん、先にそうしようかなと思ったんだけど、まあ、でもやっぱくつろぐにはベッドいるかなと思って、うん、アンズちゃんこっち行かないの、ここよ。まずはアンズちゃんの匂いを取るために、今拭いています。ちょっと匂うか試してみようか。もうちょっと待って、もうちょっとふきふきさせてね。ねえ、あずちゃんレディーだからキレキレしようね。あずちゃんキレキレしましょうね。全身ふきふきしたからね。いい子だね、あずちゃん。うん、痛い痛い。首はおにおにしようね。うん、ふるふる、うん、だね。はい、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫大丈夫。
うんちを漏らしたのかと思いましたが、専門家の意見では肛門腺が出たんじゃないかという話です。で、ふと思うにうんちのように厳しい刺激臭ではなかったのでそうかもしれません。まだ少し匂いが残っているので、また拭いてもらおうね。はい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 、大丈夫大丈夫大丈夫、はあ、ドキドキだね、ごめんね。あずちゃん、あずちゃん、すっごい首太くなってるよ君今。はい、こっち向いて。上の方に。はい、落ち着くのにちょっと時間かかりそうだな。きついかな？きついかな？大丈夫かな？かわいいよ、アンズちゃん。これだね、アンズちゃん。ここね、ちょっと息が荒いです。頑張ろうね。うん、これだね。ここね、ここね。アンズちゃん。はい、アンズちゃん。大丈夫だよ、ちゃん。ずちゃん、譲渡会に来て1時間半が経過しました、来るまで大変でしたが、来てからはこのような感じで固まってはいます。ただ顔がね見えないような状態ではないのでまだいいのかな。大丈夫だよ。リカちゃん、大丈夫だよ。これだね。すっごい嫌なのね。アンズちゃん。アンズちゃん。じゃあ後ろ足から。はいよから。はいよ。はい、今日も病院には巡らまれませんでしたがこれから帰ります。アンズちゃん安心してね、家帰るよ。はい、アンズちゃんは家に帰って、なんかまだ母言ってるよ。大丈夫だよアンズちゃん。もう起きたよ。もう怖くないから母言ってるの。おいで。アンズちゃん、アンズちゃん、今時間は10時ですねになろうとしているところです。あ、アンちゃん顔見えた。家に帰ってからですねだいぶふてくされているようです。だいぶ長いことかかりますね、今日は。はい、ただね。はい、譲渡会から帰って、もう6時間ぐらい経つのかな。もうちょっと経つかな。そんなに経つ？10時過ぎてるから。4時に終わって家に帰って5時間ぐらいか。そうだね、うん、今青いママとアンズちゃんが仲直りをしています。かわいい首輪つけちゃって。よかったです。もう元通りのアンズちゃんです。だってよかった。はい、まあ、このヤニがいっぱいついちゃっててね。
1個だけ。はい、カロリー。はい、アンドちゃん、アンドちゃんも降りておいで、ご飯だよ。はい、はい、アンドちゃん、はい、いるからね。はい、かおちゃんどうぞ。どうぞ。はい、あら、かわいいあずちゃん。お腹ついたね。今あげるね。はい、じゃあかおちゃん、ゆこゆこしてね。はい、今あげるよ。はい、持ってくるね。はい、かおりん。おいしいね。はい、あずちゃん、ちょっと待ってね。はい、アンジュちゃんが
久しぶりにおねだり。じゃあそこで食べる。はい、どうぞ。うん、おいしいね。うん、お腹空いたね。今日ご飯食べてないもんね、おじちゃん。おいしい。おいしいね。おじちゃん、でもケージに入らずにそうやっていろんなとこで暮らしているから連れて行くのが大変になっちゃったんだよ。逃げるところがいっぱいあるね、うちの。そうだね。ほとんど行くようにはならないか。